はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい。昨日はね、えー、ポセイドンの編成考えようっていうね、えー、生放送をさせていただいたんですけれども、たくさんの方来てくださってありがとうございます。ほんとね、生放送ほんとね、得意ではなくて、どっちかというと苦手な方なんですけど、まあこう、喋りがね、得意ではないので、 ちょっとね、あんまりやらない方ではあったんですけど、最近ね、ちょっと、その、自分一人でね、考えることに、ちょっと考えて考察していくことに限界をね、ちょっとずつ、まあ、感じてきていたので、まあ、ちょっと思い切ってね、皆さんのね、力を借りて、自分の気づかなかったことのね、の気づきか、を得て、まあ、新しいね、考察をしたり、みんなでね、その結果をね、共有したりとか、したいなっていうふうに思えるようになって、 ま、本当にね、皆さんのおかげで、僕の聖夜ライフね、さらに充実しております。本当に、ありがとうございます。はい。今回はね、昨日、低凸のポセイドンってどうなんみたいな、あの、結局、それが、まあ、メインの命題だったんですけれども、見てて、みんなと話してて、ポセイドンの、もしかしたら、ここが、ちょっと、ウィークポイントかもしれないっていうところだったり、あとは、まあ、低凸でも、こういう使い方できるんじゃないっていう、ことですね。 ま、そこの、あの、気づき学びを得たので、まあ、それをちょっと、ここでね、紹介していこうかな、っていうふうに、思っております。最後まで、お付き合い、よろしく、お願いいたします。じゃあ、まずね、昨日、よいしょ。昨日の生放送からちょっと抜粋して、説明を、ちょっとさせていただきます。はい。じゃあ、行きましょう。行きます。はい。えまずね、ポセイドン。これですね。こう、反射、開幕で実行してるのに、ダメージ受けてたんですよ。 これもね、僕気づいてなくて、視聴者さんが教えてくれて、で、えってなったんですよね。そしたら、なぜかね、あの35、35%ぐらいの確率のはずなのに、ほぼほぼ100%ね、アルデバランのカウンターが発動してて、で、反射持ってても、カウンターは食らってしまうっていうことが分かったんですね。で、配置をね、いろいろいじくってたんですけど、前衛に置いて、 見たところまあ、右側のアルデバランの対面。これはもうほぼ100%食らってましたね。そんないっぱいやってないですけどね。四五、三四回ぐらいしかやってです、四五回ぐらいしかやってないけど。じゃあ、えっと、場所変えたらどうだっていうことでね。うん。そういうこともしてみたりしたんですけど。あとはまあ、テ,ティスのリンクしてるからなのかとかね。ここで左に変えてみました。まあ、ちょっとね、こう、今回はちょっと枠つけな、つかないんでみんなちょっと見て、き見てほしいんですけど。はい。食らいましたね。 うん、最初、これ、テティスとリンクしてるから、テティスが、ね、ロック状態されてるから、それ共有しちゃってんじゃないか、みたいな話もね、あのー、視聴者さんから出てきたりもしたんですけど、まあ、調べたら、やっぱり、リンクしてるセイント、テティスからリンクしてるセイントにダメージを共有するっていうことはなくて、引き受けるだけだから、まあ、それはないだろうっていう。ただ、ここがね、わかんなかった。なんか、さっきよりダメージ明らかに低いじゃないですか。 これ光栄だから防御デバフ入ってるんですかね。ちょ、ここら辺はね、ちょっと僕の知識が足らなくてね、ちょっとわからなかったんですけど、まあ、いずれにしろね、カウンターは食らってしまうと。だから、直接の攻撃は反射できるんだけど、間接的な攻撃はダメみたいですね。まあ、要は、これって自分の攻撃を自分で受けてるみたいなもんっていうことですよね。それがマイナスに働いてると。 いう感じなのかなっていう結論になりました。はい。で、ここで新たな懸念点が生まれまして、これって、そうすると、反射のその速度、あの、発動する速度って、もしかすると最速じゃないんじゃないか、みたいな仮説が生まれたんですよ。で、ちょっと僕ね、自前のポセイドンじゃなくて、レンタルのポセイドンだったんで、 ちょっと、イテザ・セイヤと対戦するっていうのがちょっとできなくて、そこの考察はちょっとできなかったんですけど、ちょっとまあ、これはね、日本で実装されるまでちょっと考察多分不可能だと思うんですけど、これ、もしかすると、荒屋敷で速度を盛るっていう、いうのは、結構前から上位の人をやってて、アルデバランのそのロックを、やっぱり回避したいわけですよ。まあ、セヤとかシュンとかが大体、ロックされてしまうんで、そうすると、 火力が高いと、一瞬でね、溶けてしまうんで、ロック食らったやつがね。なので、それをね、回避するために、みんないろいろやってたんですね。僕もちょっと、その、まあ、ペガサスサーバーの上位の、あの、人たちと、人たちとちょっとね、交流があったりするので、まあ、ちょっと、あの、話聞かせてもらったりとかしたんですけど、まあ、それで荒屋式でね、速度盛る、盛ると、まあ、神より早く、 そのクラッシュ打って凍結が入らなくなったりとかするっていう。だからもしかすると、この反射も、ええー、と、発動する前にペガサスクラッシュで倒されるっていう、転ばされるっていうこともあるかもしれないですね。なので、懸念点、新たに生まれた懸念点としては、まあこれですね。ただ、まあ、このぐらいのね、短い時間でもこれだけのダメージ出せるので、耐久、まあか ポセイドンの介護がしっかりできてれば、リバインサンダーがあの8秒ごとに発動するから、まあ、そのリバインサンダーをうまく当てたいやつに当てる。例えば、この対戦相手だったら、カペラとかアステリオンとかに当たったら、まあ、最高にいいなっていう。そうすると、スタンさせられる上にコストも吸収できるんで、コストも溜まってほしくないじゃないですか。カペラとかアステリオンには特に。 そういうところをね、対策、対策というか、まあ、できるんじゃないかなっていう、そういうのを計算して戦えるようになるんじゃないかなっていうところがありますね。この介護編成が、まあ、結構、一番良さそうだなって感じですね。視聴者さんにね、テキス、どのぐらいの凸ですかって聞いたら、星8の人が5、5、6人、五六0人中の8割ぐらいが、テキス、星8ぐらい持ってます、みたいな感じだったので、まあ、あ使用に耐えるんじゃないかなっていう。 ね、これ、アルデバランのロックは受けるのかっていう。これはね、反射してました。だから、アルデバランが、ポセイドンをね、ロック狙う状態であれば、アルデバランに跳ね返すので、これはね、かなり有効かなっていう。その、みんなは、その、アルデバラン対策どうしてますかっていう話になったんですよ。その時に。はい、ちょっとこれで動画終わりなんですけど、アルデバラン対策どうしてますかっていう話になったんですね。 で、僕は視聴者さんにお話ししたのが、僕は凍結パーだから、結構、まあ、凍結パーだけじゃなくて、技セイにとって人ポイント低いから、狙われやすいじゃないですか。人ポイント一番低くなりやすい。だから、シュンとかが倒されがちで苦戦してる人がいるっていう話も聞いたんで、提案したんですけど、まあ、僕だったら、えっ、ー、と、こんな感じにして、シリウスを、まあ、最悪裸までして、えっ、ー、と、人ポイント一番低くなるように、 調整すると。で、そうすると、シリウスが代わりにロックを受けてくれるんで、で、そうすると、開幕で駆け足、最低駆け足やってくれれば、役割終わるじゃないですか。で、その後、スーパーアーマーのね、シールド破壊でめまいをばらまくみたいなのもやってほしいっちゃやってほしいけど、まあ、ここで、アタッカーが倒されないっていうことが大事だからっていうことで、まあ、シリウスでもできますよっていう話をしたんですけど、ま、遠い面にカノンを置くっていう、 例えばこの前にいるとしたら、ここにいたんですね。これも多分ありなんだろうね。同じようにアルデバランにそのロックが返ってくる感じになるのかなそれとも味方の一番ヒットポイント一番低いやつに入るのかなわかんないですけど、ちょっと試したことないんで。で、これと同じようにそのポセイドンが運用できるんじゃないかと。で、そうなった時にカノンの、カノンよりも同じ一つのカノンよりも ポセイドン使う方がダメージは期待できるんですね。ってなると、アルデバラン対策、低突でも、その、ストーリー進行上のアルデバラン対策に使うのは、あの、最高にいいんじゃないかっていう。で、みんなシュンとかセイヤとか基本使ってると思うんで、まあ、アルデバラン対策に置いとけば、そのあ、ダメージソースのやつが死ににくいっていうのもあるし、その、ポセイドンが回復、回った時、 カノンも回復回ったときは、ギャラクションエクスプロージョン打ってくれたりとかする、したり、あとはまあゴールデントライアングル打ってくれたりする時、打たせられる時もあるじゃないですか。と、似たような運用ができるのかなと。その似たような運用ができたときに、カノンよりも、多分、ポセイドンの方がダメージ値としても期待できる。コストも吸収もできるし、相手スタンさせられるし、奥義で相手のデバフ、バフか、デバフじゃない、バフか、を全部剥がせるし、っていうところを考えると、 アルデバラン、対アルデバランっていうところに関しては、多分ね、一番アドバンテージ取れんじゃないですかね。逆に低突だからこそできる運用っていうか、そうなると、26章以降だとしんどいかもしれないけど、25章以降か。足切りがあるから、戦力足切りが。それ以前だったら、アルデバラン対策に介護編成がうまくできれば、ある程度ヒットポイントをこう回せる運用ができれば、かなり ストーリーでも使えるんじゃないかなっていう気はしましたね。ストーリーにはテーザ・セイヤーとか出てこないんで、多分この先も出てこないと思うんですけど、わかんないけどね。まあ、そんな感じかな。なので、ポセイドンのまとめると、ポセイドンのウィークポイントとしては、反射ができない。その間接的な攻撃を受ける場合は反射ができないっていうこと。もしかすると、スピードを持ったセイヤの開幕クラッシュは受けてしまうかもしれない。 っていうことですね。でも、基本的に、普通は、想像できる範囲のものでは、普通は、メガサスクラッシュのダメージを反射して、セイヤは自分のメガサスクラッシュのダメージを受ける。相手に与えるはずだったダメージを受け、受けると。ただノックバックはしない。みたいな、まあ、そんな感じだと思うんですよね。なんか僕、ちょっと、セイヤ使ったことなかったんで、あの、質問して、まあ、セイヤ対セイヤはどうなるんだって話を聞いたんですよ。そしたら、 あの、両方とも倒れないって言ってたんで、そういう風になるんじゃないかなっていう風に思います。で、でもね、ポセイドンがクラッシュ反射して、開幕で聖夜にダメージが入るっていうだけでも、その対聖夜はかなりアドバンテージ出ると思うんで、まあ、PVP とか聖戦でも結構使えるんじゃないかなって気はしてます。はい。してますってなんだよな。<laughs> してます。はい。まあ、そんな感じです。はい。これ皆さんのおかげでね、こういう考察ができたんで、まあ、本当に良かったなと思います。なので、 低突だと意味ないかなーっていうふうに思ってた人も、まあ本当、ログインボーナスで7日目で手に入るっていうのがある、あるので、まああとはガチャをね、単純、単価3000ですけど、回したらピックアップ、元ピックアップのセイントたちの排出率って、この星占いより確か高かったと思うんで、提供割合が。これだとゴールドセイント、これウィッシュに入ってて0.064でしょ で、通常が、ここら辺が0.015だったのが、もうちょっと高いはず。これも。もうちょっと高くなってたはず。うん、ここら辺が。もうちょっと高くなってたはずなんで、まあちょっとね、引いた方がいいんじゃないかなっていう気はしてますね。はい。というわけでね、ちょっとね、風セイントガチャをね、ちょっと引いたくて、引いていきます。ちょっと、どこがね、もうちょっと限界。落したい。というわけで、引いていきます。よいしょ。 久しぶりに30連なんで、星5を確定なんでね、ちょっと気持ちいいっすね。かわいい、かわいい、かいい、いちょ、BGM カ,カットしてると、うーんってやつもカットされるんだね。いきます。まだまだこれからが勝負。どうですかね、みんな。ちょっと、 多分だけど、ここら辺って、触って、みんなで見なかったら、あの、出てこない答えだったんで、あ、トレミーだ。これでトレミー、赤星になるわ。あ、ディオ出た。結構、これは、参考になる内容なんじゃないかな。あとはもう実際、うん、その、取った、うん、まあま、でも取った後、まあ、聖夜とか、春とかと組ませたところってのは、 の僕は考察できてないので、その、カタログスペックレベルでしかわからないので、なので、まあ、そこら辺はね、その、手に入れた後にね、動画でね、お話できるとは思うんですが、まあ、それ、事前情報としてはね、まあ、かなりいい情報になったと思うんでね、もしよかったら、ね、参考にしてくださいと。まあ、でも弾いちゃおうか。まあ、弾きますよ、もう。弾かないとね。 僕は動画でしか聴かないって決めてるんで基本ワオいやでも楽しいんだよな新しいセイントが来るっていうのはあとはまあおおんだなんだな,なんだ触れてたぞ今あとは新しいそのステージがね、ま、追加してほしいっすよねな,なんだったんだろうあのブルブルブルってやつ 来ると思うんだけどなだって、ポセイドン実装したらもう、これ、これ以上、メーカー、あのー、えー、ポセイドン編のセイント、来ないですからね。どこだやった <laughs> やった大勝利だ。これ残しとこう。もう。やったほんとみんなのおかげです、これは。で、これはね、氷河が実装されたら、ここら辺は全部引くんで。 楽しみだな最後これ、オロスが欲しい。オロス、セイヤ。おいテキテス、アテナ。はい。というわけでね、ご視聴いただいて誠にありがとうございます。最後にね、チャンネル登録、高評価。そして、まあ気になることだったりとかね、あの、いろいろあると思うんですけど、まあ質問お待ちしておりますんでね、ぜひコメントもお願いいたします。お疲れ様でした。